私はあなたを世界の王にする。すごいわね、あいつ。このままじゃこっちはダメージ受けてて立ってるのもやっとなんだからね。めちゃくちゃ元気じゃねえか。さすがだぜ、伊達に賢そうなメガネしてねえぜ。ちょっとあんたね、メガネなしでも私は賢い。やどうだ、うまくいったぜ。私が飛べるからって。しかしその魔導士らしからぬ優雅さのかけらもない戦いっぷり。ま、あいつさっきのベルクーサスの攻撃で腕が。助け合うギルドのこと。ギルドが生まれた。てめえがギルドを笑うんじゃねえよ。やらな、くらえ。フェアリーテールか、名前の割にエレガントではない。へえ、あっそう。エルグマン。だけど今回は特別認めてあげる。フェアリーテールを侮辱した者のくっ。なぜ私のストーン、そんな馬鹿げた魔法。願い事の具現は魔導の根源に通じる。エルグマ、エマ、しっかりしろ。お前がいたからここまで来れたんじゃねえか。ちっちゃい。ここにいる。レディの匂いを嗅いでんじゃないわよ、この変態。この匂い。ナツ、匂いって？ガルナ島で会ったあいつだ。覚えておいでだろうか、この仮面の人物。死刑ぞ。ナツ、ナツさん。それがナツよ。そういうものか。そういうものです。さすが自分。ニルバーナ事件の折、ジェラールを連行したこの男は今天狼島を警戒する。バキ人間全てを消す。そんなのおかしいよ。誰も得をしない、ひどい世界。こいつは僕がやる。七眷族というからにはこいつと同等のやつがあと6人いると見た方がいい。そんな精霊同士で争うなんて、あの時と一緒。あいつに魔力を下げられたままじゃまともに戦えねえ。ここは任せるぞ。ロキ、ロキ。絶対私のところに帰って。君が精霊界から姿を消して何年に。異界のゲートだと。おおよその見当はついてるかな。先ほど逃がしたブロンドの女、私のところに帰ってくるのよ。レイラ・ハート・フィリアの娘か。くそ、やはり気づいてし。ね、匂いって仮面の内側の汗の匂いとか。そんなんじゃねえ。つか真面目にやれっつの。風よし、角度よし。行かせない。くっ、うわっ。主はレイラの娘であるルーシーということになっている。止め、うん、あいつ。ナツ、ナツ、地面。ちびった、あなたの未来はどこへ行くのかしら。ナツドラグニル。そうなんだ。こっちが本当の姿だけどね。私はグリモア、私のものよ。いらねえよ。仲間を傷つけやがって。俺はお前らを許さねえぞ。ジュビアたちのことは調査済みということですか。貴様、名を名乗れ。なんだこの息苦しさ。心が苦しい。何かが俺たちはギルド公認の、いや世界中が認める魔力の刃。
こいつも武器を呼び出せるのか。おれ、どうした、立ち止まってる場合じゃねえだろう。ロキ、絶対に無事に戻ってくるのよ。僕の名前はレオ、主はルーシー、ルーシーハートフィリア。なんだと、お前で、どうだい、君から見てルーシー様は。さすがはレイラ様。ロキに何かあったのか。うん、ロキが勝ったって。おお、さすがね。ちょっと待てよ、それじゃあ俺のパートナーはどうなるんだよ。グレンにごめんと伝え。あ、私やだよ、一人になるなんて。大丈夫、私がルシー。電力の分散は得策じゃねえと思うんだよ。私は一刻も早く敵を殲滅させたいの。ふざけんなよこの野郎、邪魔さえ入んなきゃ俺は今頃 S 級魔導士になる。放たれた聖書の別の可能性の未来、平行世界。まだまだこれからよ、楽しくなるのは。ナチュー、悔しいけど強すぎるんだ、どうしようもなく。チクショ、力が、思いが合わせれば絶対に負けない。みんなお願い。まずは墓って言葉から連想できるものをいくつか考えてみたのね。そう、Eルート、多分その中に。自分たちはゼレフ教を手に入れるついでにフェアリテイルを殲滅せよという指令を受けてるわけです。よいしょ。どういうことよ。あんたはこの場で死ぬんすから。いつの間にか。そんな目で睨んでも無駄っす。全然怖くないっすから、全然。相手になるわ、かかってきなさい。ちょっと待つっす。自分の魔法、牛の国参り、見せてやるっす。名前からして嫌な予感。それにそんな魔法聞いたことないし、どうせハッタリよね。は？あったかしら。今度は何よ。そう思うな。いちいちめんどくさいな。さちょっと腹が減ったっす。ちょっとあった。結構楽しんでない。ナイス、返せ。いつでも真剣でしたっす。どうしたもんかしら、こういうタイプ。ヒラノス、精霊界トップクラスの怪力見せてあげて。今回こそバッチリ決めてみせます。怖いけど。彼女と旅行とか。どうすなが。何も聞かない。つなが。光源体。シャイニングドナスコ。けど別格っす。ヘッピー。そいつをよこせっす。バカ、迷惑なんて思ったこと。ウルボム、こんな感じでよかったんでしょうか。いいんだけど。怒ってますよ、精霊候補全滅。ドアドスカイ。ナツ、しっかり。騒ぐなって、全然聞いてねえからよ。ガルト、夏も敵と戦ってた。俺の敵だ、取るな。取らないわよ、
あいつなんか懐かしいね、この行くぞルーシー、行こう、ナッツ、おいらもいるよ、燃えてきたぞ。ウルティアさん、こんな奴らウルティアさんがやるまでもねえ。大魔法世界とかなんとか大変なことになっちゃうんだから。こっちだってマフラーのお返しがまだだったからな、仕方ねえ。まずはこいつをやるか。だったら私があいつを追う。キーン、ポーズ3連発っす。あんたも結構楽しんでるっす。何やられるがいいっす。動くな、なんて力だ。あれ離れるっす。自分の前でイチャつくならこうっすよ。骨が折れる。間に合え、どこだ。クイズ、体も柔らかい。聖騎ギルドごときがグリモアハートに勝てると思うっすか。ザラッド、逃げろルーシー、そいつ見かけより強え。俺が何とかする。だから逃げろ。やだよ。どんな時だって。自分は残忍っすよ。なんでこれ。マイモ。これいけるかもしれない。はい。私死ぬって。説明しよう。夏の火力にハッピーのスピードが加わり、ノーロさんを通じてルーシー。やった！こういった時は勝利のポーズ。